思えば王殿を授かった時もこんな心持ちだったか。俺の中には恐れがある。迷いを抱えているな。俺はこの力に振り回されてきたのかもしれない。力自体は今でも残っているんですよね。だが俺はこの力を否定できない。何よりも彼らが紡ぎ残してくれた力。1は善、善は1。そう、俺は全てとつながっている。ならばいかなる時も自分を失うことなどない。どんな姿の俺も俺なのだから。名画神秘合一。感謝するよ、お前と戦えたことに。やった。なんという一刀だ。なんだ今のは。何かとんでもないものを見た気がするわね。今はそれよりもあの顔は。やっぱりリーン教官。お前は何者だ。俺はリーンシュバル。いいな、我が名は。失われた名前。嘘でしょ、そんなものがあるわけ。ち、嫌な予感がする。オリー、とっとと拘束するぞ。ああ、消耗している今なら。トールズ7組。そうか、あれからも女神め、粋な巡り合わせを。何を言っているのかわからないか。洗いざらい話してもらうぞ。お前は一体何者なのか。クロスベル統一国は何を企んでいるのか。無知蒙昧なるお前たちに告げる。間もなくここから始まる真実の始まりの物語が。来い、ゼロの鬼神ゾアギルスティン。なんという冷圧。
ユーナにミューゼ、あれからの半年でまた成長したな。フィー、遊撃士活動は順調か？ラウラ、お前ならきっとリーンにも追いつけるはずだ。セリーヌ、変わらずそばにいてくれたのか。感謝するよ。そしてクロウ、驚いたか。そんな可能性もあったんだな。何言ってんだお前。会えて嬉しかった。次に会う時は全力で殺しに来い。何がどうなってんのよリン。やはり技の反動がしっかりするがいい。すまない、大丈夫だ。反動というよりもこの得体の知れない悪感のような感覚は、いや、だからこそ近いはずだ、彼らの真実に。まさか鏡の城の内部にこんなものが。しかも聞けば聞くほど、あんたたちよく無事だったわね。